ではシビック内装見ていきます。まず運転席ドアトリムですね、パワーウィンドウレス仕様のくるくるハンドルです。まあドアトリム周りこんな感じで綺麗な状態ですね。でスカーフプレートの方も結構綺麗で、まあフロアマットもこんな感じでなかなか綺麗な状態ですね。でレカロシートですけれども、黒ずみとかこのサポート部分の潰れなんていうのもほとんどないですね。助手席側もですねこんな感じでかなり綺麗な状態ですね。まあ多少ねここら辺ちょっとこう黒ずんでるところはありますけれども。でエアバックレスのステアリングになっていて、まあステアリングはちょっとこうスレとかが少しあるかなっていう感じですね。で、ダッシュボード上特に目立つような乗り跡とか傷とかっていうのは見当たらないですね。でエアコンルーバーの割れもなく、まあ、動きもしっかりしています。でカロツェラの CDMD デッキが装着されて、で ETC がここについてますね。こんな感じで、まあ、シフト周りなんかはね結構綺麗な状態かなと思います。ちょっとエンジンかけてみましょう。あ、結構かかりいいですね。振動も全然少ないです。あ、吹き上がりもいい感じですね。なかなか状態良さそうな感じで、リアシート、フロアマットは綺麗ですね。でシートの方もちょっとここ汚れがあるかな、こんな感じですね。でトランク、おっとこれは純正のパーツかな、よいしょ、一回ちょっと下ろしまして、トリム類で欠品してるようなところは見当たらないですね。こんな感じで、で綺麗な状態ですね。結構ね車載工具なんかも揃ってますし、このトランクフロアが錆びてるなっていう感じもないです。そしてえ助手席側ですね。こちらのドアトリムも綺麗な状態ですね。こんな感じで、でスカフプレート周りも綺麗ですね。座面ちょっとシミがあるかな、こんな感じです。まあなかなか内装も全体的に綺麗な状態かなと思います。以上です。